いやーよろしくお願いします。11月3日です。1日と2日はお休みをしまして、すいません。体調が悪くて休みました。の体調悪い原因何かって言ったらですね、仮面ライダーブラックサウンを見てしまったからなんですね。すいません。<laughs> これで体調を崩しましたね。まあ無理して見たっていうのもあるんですけど、あーと、あと後でというか、 今回じゃない時にブラックさんの感想とかは話そうかなと思います。あの、その秘密は分かったんで。なんで僕がこれ好きじゃないかっていうのは。なので、次回か、自治会あたりに仮面ライダーブラックさんの雑談をしようかなと思いますね。えー、というわけで、えー、っと、仮面ライダーからの始まりで、まあ今世の中リ,リメイクブームですよ。 あーね、80年代音楽が流行ったりとか、まあいろんなものがあこう作り直されるというのは、まあだいぶ前からずっと、まあ昔からあるっちゃうあるんですよ。風と共に去りぬもいつか作り直されるんでしょう。あそんな中で、えー、っと、11月1日分のニュースとしてはジブリパークオープン。おいね、テレビ中でやってましたね。ラジオでもやってましたね。えー、だからどんだけキャンペーンにお金かけてるかってことだよね。 オープンにね、人数制限で決まった人しか入れないし、ジブリパークの全部は完成してないので、一部分だけ公開というのでやってましたけど、なんか、その、映える写真が撮れるっていうのでその、映画の名場面とか、千と千尋の電車の中で撮れる写真とかあ、シータがこう、上から落ちてくる写真とか、こんなのをやってる。これは、 映画のリメイクじゃないけれど、あの、その、やっぱ公演というものにしてさ、その、ジブリの世界をもう一回体験するというのがメインの、そしてそこでお土産を買ってもらうということがメインのやつではあるなと思ったりするわけです。うん、だから、まあ、丁寧な作り直しというか、しかもこれを五郎が作ってるということでね、あの、納得いたしました。僕もあんま詳しく知らなかったんですけど、 なんかあのジブリパークって偽物感が強いなっていう印象があって、えー、そのアニメーションで、その、ね、映像に残るような形で、ちゃんと家とかが作られてんだけど、その通りにジブリパークは再現をしない。なぜなら建築法という壁があるから、あの、あのジブリパークを入って一番最初のなんかみ、み、水色のタイルが貼ってある階段があるらしいんだけど、あれ、 どの映画にも出てないんですよね、と思ったりとかするの、ね。<laughs> あれは何のモチーフなんですかと思ったりする。<laughs> 思いつきでそんなの入れてみたりとかするし。だから、それは何かっていうと、あそこにジブリという名前がなければ、へんてこな建物なわけですよね。あの、ちまちまとその、なんか、その、整合性の取れない 2,3メートル歩くとラピュタから急に千と千尋の世界になっちゃうような、あの、ごちゃごちゃの世界なんですよ。んであればさ、まださ、ほら、あの、ジブリ美術館の方が完成度は高いかな、なんていうふうに思ったりするわけです。あれもよくわかんないところに立ってるし、あのー、そ、そんなに広い場所でもないので、パークっていうわけではないんですけど、 ミニシアターなんかがあったりとかしますけど、あれはやっぱ感心するわけですよね。ああ、なんか変な世界を作り上げてるなというか、今の日本にない感じのあ世界観をうまく作ってる。あと、周りの土壁みたいな、あのー、なんかね、いろんなカラフルな土壁の壁とかすごいなとていうふうに思ったりするわけですよ。ここは日本なのかとか、ジブリってこんな世界観だっけとは思うんですけど、 あ,あれは完成されてると思うんですよね。その一つの、まとまったコンセプトのもとに作られてる。だけど、うん、名古屋にあるジブリパークはなんで名古屋にあるかもわからないし、その、なんだっけ、愛地球博の跡地に作られてるっていうのもあるんだけど、家だけ建てて、しかも別に本物そっくりに作ったわけでもないものが作られててさ、あの、ね、予算の中でやったりとか、いろんな思想、思惑とか、 いわゆる政策委員会方式でいろんな人の意見を取り入れた結果、ああなってんだろうなと思うんだけど、偽物感は否めない。で、そこにジブリパークって名前がつかなければ誰も行かないんじゃないかも。まあユニバーサルスタジオジャパンでもディズニーランドでも、ディズニーランドもある意味リメイクと言ってもいいのかもしれない。まあそんな風に思ったわけです。まあで、今回、今、今期えー、2022年の その作り直し文化の中でうるせえ奴らとかね。うるせえ奴らもその、あのー、一番出来のいいうるせえ奴らを作ろうっつって、えー、今作られて80年代をあそこで、えー、タイムスリップさせるようなことをやってるわけですけど、つまりはやっぱりうるせえ奴らの作り直しだろうとあいう言わざるを得ない。 で、今日発表になったゴジラ。えー、ゴジラの新作を山崎監督が作るっつって。山崎監督か。まあ、もう見ないからいいんだけどさ、とは思ってんだけど。うん、ね、ゴジ泣きって揶揄されてますけど、みんな本当に山崎監督が嫌いだね、と思ってね。まあ僕もそんなに好きではないというか、うーん、な、んね、日本の映画の、その、 ーシステムの悪さというか、ね、山崎監督に、なんだろうね、オリジナルの作品作らせてあげればいいのにっていう。<laughs> まあ、オリジナル作れって言われても、山崎さんは多分自分が見た、うんうん、子供の時に見た映画を作り直そうということしかしない人だから、うん、ね、うん、ちょっと無理かなと思ったりするんですけどね。 <laughs> まあまあそうこれもゴジラっていうものにずっとしがみついて作ってるガンダムもそうほんで今日ねそのあ今日昨日かあのゴーストバスターズアフターライフっていうのがさアマゾンプライムでやっててさあこの今日はこのあと多分配信終わったらあのドラえもんのび太の「リトル・スター・ウォーズ」のリメイクを多分見ると思うんですけど あの、すごいね。あっという間にアマゾンに来るんだね。映画の公開終わった。トップガンマーベリックももうやってるんです。マジかと思ったりかしますけど。まあ、映画館に行かずに見れていいな、いいんですけど。そんな中で、ゴーストバスターズアフターライフを見たんですよ。これがさ、この、あの、 本当にゴーストバスターズ1の焼き直しなんですよ。あの、戦う敵もゴーザっていうやつで。しかも、そのゴーザがさんがさ、あのー、その最初のゴーストバスターズだと体に泡がついててさ、肝心なとこだけ見えない化粧の濃いロシア女みたいな、あのー、やつだったんだけどさ。ゴーザさんがさ、 その21世紀のその倫理観に合わせてさ服を着込んじゃってんのあらーなんて思って <laughs>、うん、あの裸に見えてたようなのがもうなんかちゃんとした鎧を着てますよっていう郷座さんになっちゃったあまあそこも残念ではあるんだけどその ネタバレもしますけど、ゴーストバスターズの一番最初のメンバーも全員集合すると。ほんで、えー、その役者の中で死んじゃった人がいるんだね。あの,あの,あのイ、イゴン博士の役の人がだいぶ前に死んでて。ほんで、えー、その死んだ人は幽霊として CG で登場させて。えー、だから、そのゴーストバスターズはゴーストバスターズ今度、 監督の息子さんが撮ってると。で、えー、だから、なんだろうな、何かを保証するときにさ、そのキャラクターの直径の孫とか出したりとかう、するのどうなんだろうなって。で、実際見てどうだったか、僕すごい期待してたんですよ、ゴーストバスターズ・アフターライフって。でも、この公開の時期がコロナと重なって、割とその、興行収入もそんなに得られないし、あと、話題にもならなかった。 日本だと渡辺直美がキャンペーンしてたけど当たらなかったっていう意味なんですけど、あの、これがさ、もう完全にそのワンの作り直し、やってることとか、懐かしいでしょうとか、その、使ってる音楽であるとかー、そういったものをさ、ガジェットをさ、もう一回作り直して、はい、僕知ってますよ、と昔のゴーストバスターズ知ってるし、むしろ監督の息子だから、あの、いろいろ、 わきままえててすよっていう、まあ、スター・ウォーズのそのあリサイクルじゃないやあ,ーあのあのコンビニがすごく立つようなやつを何と言うんだっけ同じような店がボコボコ出るのあの感じですよねなんかなーと思ってさあの見ててあのー これは誰のための映画なのか。新世代のためのもう映画ではなくなってんですよね。そのおじいちゃんになったゴーストバスターズが揃ってなんかやってっから。これを、これを作る意味がない、やっぱないよなと。まあ、そのゴーストバスターズの新作はいつ作られても僕なんかは嬉しいと思うはずなのにうん、やっぱ出来が良くない。あの、ここで仮面ライダーの話にちょっと戻るんだけどさ。 仮面ライダーブラックさんはですね、あの、原作の話とか、元にある仮面ライダーブラックの話を、一回噛み砕いて再構成して、で、えー、全然違う話,話に落とし込んでるのね。あのその、つながりをすごく遠くに持って違う話にしてるのが仮面ライダーブラックさん。でも、リメイクなわけです。あの、いろんな部分でその、 昔の作品を踏襲してたりするから。か,らかたや、ゴーストバスターズアフターライフっつうのは、その昔のまんまのやつを持ってきて、ただキャラを入れ替えただけ。お話の筋も変わらない、えー。戦う相手も変わらないっていうことをやってる。じゃあこれは、まあ新作じゃなく、やっぱりリブートだよなぁというふうに思うわけです。その前に女だけのゴーストバスターズとかもありましたけど、 あ,あれもやっぱりそのワンの焼き直しをやってるわけだよねぶ。舞台設定をちょっと変えて、キャラクターをちょっと変えて、えー、でもその基本のゴーストバスターズのパッケージってこれでしょっていう、同じ味を出しますよってことなんだけど、これを見てもやっぱりそんな懐かしいとかこれこれってならない感じね。むしろその、うん、その、原作知ってますよアピールをするとさ、 あのー、よくないんじゃないかなと、僕なんかちょっと思ってしまうわけです。そうそう。んで、あとね、あの、ガンダム。ククルス・ドアンの島っていうのが、こ、今年だよね。これ映画になったのね <laughs>。これがもう見れるっていうか、これも見たんだよ。 あこれは昨日の夜、その、うとうとしながら見てたんだけどさ、つまんなくてさ、もう,う、つまんないけど、エンドクレジットの限界まで見ましたけどあの、眠くてしょうがなかったんだけど、これもやっぱリブートなわけですよ。テレビシリーズのククルスドアンの島を、こう、拡大解釈してさあ、やってるお話ですよ。これがさ、またさ、 あのー、その、1時間ちょっと、90分ぐらいですかこのさ作品は。1時間半ぐらいかの作品だと思うんだけど、その、もともと30分だった話を、まあ、丁寧にやろうっつってさ、やるんだったら、そはまあ、ありがてえ話だと思うんだけどさ、その、30分の内容に何足してるかって言うとさ、その、テレビシリーズの違うシーン、なんかアムロの回想シーンで、なんて、 なんてひどい子だろうっていうお母さんが言うやつとかさ、テムレイのさ、あのー、ねガ、ガンダムに乗るんだとかいう話とか回階層で入って、え、そのシーンいるとか思ったりする感じのやつとか、あ,あとはそのお話の中で、あのー、ザ、ザクじゃなくてギャンに乗る人。ギャンに乗る人なんつったっけ、えー、このツボはいいど、いい、いいツボだあの人。えー、っと、えっと、 あザビケ、えー。このツボはいいツボだ。このツボはいいツボだ。ギャンに乗る人。おぉ、マクベね,、えー、ね。マクベが付け足されたりとかしてるの。まあ、あと、その,の、ドアンの元同僚みたいなやので、最後に戦うザクチームみたいなのもいるんだけどさ、その、あ ククルスドアンに入ってから、その、最後の戦闘に入るまでがやたら長いのね、この話。そうやって、その、新キャラクター追加の説明シーンであるとか、あーあーブ,ブリッジでのイザコザとかさ、あと無人島に入ってからもその、無人島にいる子供たちも人数増えてたりとかしてさ、あのー、やってんだけどさ、 その説明はどうしてもこのククルスドアンの島でやらなきゃいけない説明なんですかとか、やんなきゃいけないエピソードなんですか畑を耕すシーンはそんなに大事なんですかって思ってさ。で、その分量に対して、そのガンダムが戦う戦闘シーンっていうのが、その、オミットされてるの。あの、ヤギの乳絞りのシーンとかいるんですかって、最後、ヤギが逃げ出して子供が追っかけるシーンとか、 あれはいるんですかって話でさ、いらないんだよねと思ったりするの。で、その代わり何が起こってるかっていうと、後半のガンダムとザクが、こう、戦うシーンとかさ、あの、ドアが、うん、その、ザクを持ってさ、同僚をバンバン切ってく話があるんだけどさ、そこはほとんど描かれない。 その、まあ、その、いろいろあったんだろうなって想像できるようなそのセリフのやりとりというか演出が入ってんだけどさ、肝心のその戦闘シーンはさ、あの、切り張りでしか見せてくれないっていうさ、そこをたっぷり見せるためにこれ劇場版になってんじゃねえのって思ったりとか、あとマクベ本当は関係ねーしって思う感じとか、うーん あってさ、で、このククルスドアンの島をね、見たんですけど、もう、消化不良ですよ。これを、まあでもしょうがない、安彦さんだからなとは思うので、今、安彦さんならこう作るんだろうななんていうのも思うんだけどさ、うん、わざわざ綺麗な絵にして、 直すこともないだろうというのをちょっと思ったりしたわけです。本当マクベを出す意味がないぞと思ってさ、<laughs> なんでマクベをコメディリリーフにしたんだよって思ったりする感じがある。で、まあそんな中で本当にこのリブートブームですよ。どうしたらいいんですかと。<laughs> 新しいものを作ろうぜっていうのはちょっと思ったりいたしますね。 あまあ、新しいものもなかなか受け入れがあった。はい、なんすかコメント。何えっ、ー、と、ゴジラ、新作。監督が山崎さん。てんてん,てんまあ、ここに書いてますけどね。どうなんだろうね。まあ、見たくなきゃ見なきゃいいだけだしさ。話題に付き合わなきゃいいだけなんだけど。山崎監督は、多分、なんだ、三つ子の魂100までなので、これからもそうやって、 あのー、原作レイプをして、ちょっとずつみんなから嫌われながら生きていくしかないし、それを直せっつって、直ってんだったらもう直ってるだろうから、直さないでやるので、いいんじゃないかなと思います。この人は、まあ、最初デビューした時の、なんだっけ、えー、ジュブナイルだとか、リターナーであるとか、 ね、やっぱその時は新進気鋭のね、若手の映画監督、CG も使いこなして、えー、とにかく日本をハリウッド化しようとして頑張ってた人なわけですけど、あまあ結果山崎監督はどうなったかというと、三丁目の夕日を撮りまして、えー、で、その三丁目の夕日の売り上げ、ね、三丁目の夕日1、2、3と撮って全部大ヒットにしたと。 CG を使って昭和の,その風景を再現したと。だけど、その風景を再現したとしてもそのう、映画の中に登場する人物であったりとかの掘り下げが昭和の人間の考え方ではなくて、いろいろあった後に、えー、だからその、例えばー僕ら世代はその戦争があってさ、 第二次世界大戦みたいなものがどうやって日本が負けたのかという教育をすごくされて育ってきて。で、その時代間で、その戦争映画を撮ったりとかするとさ、なんか元から僕は戦争には反対であったんですとか、ね。うおーなんて叫んでさ、あのー、その当時の人はなんでそういう世論に流れていったのかとか別で、その未来から来た人がさ、 急にそこでさ、ねこ、この戦争は負けるんですって言ってさ、あのー、一人だけその今の人の価値観に合う考え方で話すでしょあの作法なんだよね、山崎監督は。常にその、そ,その時代その時代に生きてる人にこれくらいの言葉だったら通じるだろうっていうふうに咀嚼して、で、その咀嚼がしすぎるので、えー、みんなが嫌になるんだと思うんだよね。 みんなにわかりやすい言葉で、あ,あこうなるんだろうなっていう展開をそのまんまこうなるんだろうなってやってくれる監督なので、あのまあサ、サービス過剰というか、僕はそれはあ映画を見る人だったり、作品を楽しむ人のレベルがさ、あまりにも、あー下すぎるというか、それは、 あ例えば僕であったりとかあなたであったりとかいう人よりももっと低いレベルの人に合わせて作品を作ってるからなのかななんていうふうには思うんですけど、それはそれで人を馬鹿にしてるかなとは思うので、だって下に見てなきゃさ、相手が3歳児だと思ったらさ、 やっぱ3歳児が分かる言葉でさ、これは子供にはちょっと難しい言葉遣いだなと思うと、僕ら大人はつい子供に忖度をして、えー、接するわけでね、えー。で、子供がなんか知ってると、ああ、よく知ってんね、なんて言うんですけど。あのー、実は山崎監督というのはそういう意味で、その映画監督の立場で、えー、最大公約数のお客さんを相手にすると、 これくらい咀嚼しなければいけないんだ。だから、あスペースシップヤマトになるわけですし、えー、スタンドバイミードライモンになるわけで。じゃあゴジラは大衆のものだという風になればですよ。やっぱ大衆向けにゴジラの解釈というものを。あーで、もしかしたらもうそのドラゴンクエストユアストーリーみたいにこれは全部幻想だったんだと。ゴジラなんか幻想だっていうね。 それだって中学生が考えそうな、設定というかね、誰もそ,その設定で喜ばないというものを作り出すわけですけど、でも、この人の作品は、その日本のあまたの監督よりも売り上げを上げていると、そこに尽きるのではないかなと思います。だけど、この人もやっぱりその、 リブートしかやらしてもらえないわけですよ。映画の仕事としては。そこまで世の中の人はリブートを求めているのかタイムボカンシリーズが復活して嬉しいのかテッカマンブレードが嬉しかったのかっていう話になるので。 多分リブートっていうのは繰り返して繰り返して、えー、その作品を解体、再解体とかしていけば行くほど、仮面ライダーも改定していけば行くほどう、味がなくなっていくもんなんだろうな、ということだと思います。みんなが気づかないところでオマージュを作るあそう。あと終わった話だけど、大の大ブーケンも、大ブーケンじゃなく <laughs>、大冒険もやっぱり、 リブートなわけでね。でもこれをやっぱりそのお父さん世代の人たちは喜んでるわけですよね。あの自分たちが子供の頃に、えー、楽しんだあのアニメが復活すると。で、原作の絵柄に近づけて、当時と同じ投影動画が担当して、えー、そして終わらせるとあいうことをやったわけですから。うん、それでも拍手をや,やっぱり送る人が たくさんいるわけですからね。そういうことだよなと思ったりするんですよね。でもやっぱりリブートは、リブート文化ってどうなんだろうかというのをね、もう振り返れば、周りを見れば、もう、だから今僕はファイナルファンタジー14をまだ遊んでないんですけど、1日目遊んでからずっと放置なんですけど、あれもやる気起きないんだよね。結局あの中にもやっぱり、 その、歴代ファ,ファイナルファンタジーの要素みたいなものは入れられてしまうわけで。えー、でもそれは、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドになって、そのね、違う作品の装備があー、その、なんだっけ、あの人形、アミーボ、アミーボでもらえるようなんていうサービスが入ってたりするのがそれなんだしさ。それは本当に必要なんだろうかと。 思ってしまうわけです。それはやっぱ、すごい、もう具合が悪くな,なるぐらいこうね、仮面ライダーブラックさんで考えさせられたんでねー。でもやっぱ違う、ブラックさんだけが悪いわけじゃない。世の中にはこうやってもう僕が見るような作品は、新作で何か見ようってんじゃなくて、何かのリブートとかになっちゃうんですよ。それで言うと、その、クリード3っていう、 ね、これはボクシングの映画で、えー、っと、ロッキーっていう映画があって、そのロッキーの友達のアポロっていうやつの息子が世界チャンピオンに挑戦するっていう話でさ、えー、このクリードが、今度3が公開されるんですよ。このクリード3って何かっていうとさ、ロッキー3のリブートなんだよね。ミッキーは死なないけど。 ミッキーが死ぬように、誰か恩師が死ぬのかなとちょっと思ったりはするんですが。ええー。その,あの、クリード3はさ、その予告見たらさ、砂浜走ったりとかしてんの。おお、それロッキー3でアポロとロッキーが砂浜を走ってたあれだろうとか思う感じの。で、その、ライバルのキャラクターがすごい悪のキャラクターでさ、お前を倒すんだな、つってさ、無償仲間、元無償仲間が、 ボクシングでこう、お前と戦いたいってってさあ、やる話なんだけどさあ、それがもう、もうあれですよ、ミスター・ティーの、あの、あいつなんですよ。見るからにあいつなんですよ。 もうね、だから、戦いの最後の方、右フックしか打たなくなるあいつですよ。あの、それ、それにしか見えない。だから僕に、僕はもうなんか、クリード3ってその、シルベスター・スタローンがロッキー役で入らなくなるから、作品として自立した、あ一本になると。あでも、その、ロッキーシリーズの系譜ではあるんだけど、 だから、なんだろう、が外伝が本筋を食っちゃうぐらいの今勢いではあったりするんだけど、でも、お話の構造上、ロッキーの伝統を守った、そのお話の展開になってしまっているので、これはやっぱどうかな、なんていうふうにも思ったりするわけです。もうだから、あこれもリブートだな、と思って。まあ、リブートって言えば何でもかんでもリブートだろうというふうにはなるんだけど、なんかね、ちょっと多い気がするというか、僕が触れて、 今ちょ、ちょっとここ最近触れてるものは、新作ではなく、リブートがやっぱ多いなというね。ポプテピピックのその、ね、ギャグの根底にあるものもさ、古いゲームだったりとか、そういったものを、あ参考にしたギャグというか、モノマネギャグみたいなのをやったりするので。えー、ね、それが、例えば、ジャッキーチェンとサモハンキンポーの、 声優をやってた人に声を当てて、エンディングで NG シーンをわざと作って流すとかあ、ああいうところなんだと思うんですよね。そのメタ的な笑いというやつでやってるので。まあだから、全部、全部が全部そうかな、なんていうのをちょっとお問題はい,いたします。はあ まあまあでも初めて触れる人にはそれがリメイクかどうかとかリブートかどうかっていうのは関係ないんだろうなぁとは思うんですけど。なんかね、ちょっと気になりましたね。さて。<laughs> まあそんなわけで、今ちょっとその10月までのキャンペーンの映像作品からまた新しい時代にというので、えー、今日、 えー、アバターの PV、えー、来月公開ですかこ今月下旬ですかうんあでも来月かクリスマス公開にしてのかあのジェームス・キャメロン、えー、つあの作った映画全部、えー、工業成績トップとかあ、そういう記録を持ってる人が、いよいよ、おまた10年の時を経て満を持して、えー、構想をそれこそめちゃめちゃ長く撮ってね、 アバター撮ってますなんつうのずっとやってたけど、その新作がいよいよ出るっていう。でも、これもまた続編なわけでさ、またアバターやんのっていうあの、みんなそんなにアバター好きなんですかっていう。どうやら今回の話は、そのアバターの世界で水はすごい世界の源で、えー、水がすごく大事だと。俺が生まれる前から水はあったし、死んだ後も水はあるだろうっつってさ。 そこに家族の話とか、そんなものが入ってくるんだろうなとは思うし、まあ、ジェームス・キャメロンの手腕でいけば、いつも通りの予想以上の映画にはなるんだろうなとは思うんですけど、僕はやっぱこれもリブートかなというふうに思ったりしてしまいます。どっかで見た話をね、こう、どっかで見た話の方がやっぱり見る人は安心するんですよ。あ知らない話だとやっぱりその拒否反応が出ちゃうからさ。 新しい世代の新しい感覚の話っていうのは受け入れられ、受け入れづらかったりするわけで。その辺のバランスがいいことはいいんだろうけど、僕はアバター1の頃から嫌いだったからなと思ってさ、アバターの世界設定分わかりますあれ、バーチャルリアリティじゃないんですよ。異星人の頭の中に、 その、自分の意志を投影させて、違う、その、あの、生態系で人間が精神侵略をして生きていくって話だから。で、そこに、その、アバター1は、その、ま、インディアンみたいな青い肌の部族の中に入ってって、一人の人間がその部族に受け入れられて、そこで生きていくっていうことをしていく話だったんだけど。 あいやこれはおおき、地球人に置き換えたら、宇宙人が自分、他人の自分の脳を乗っ取って、ほんで地球人として暮らしていく、許してくれって話でしょさあ、どうですか皆さん <laughs> あの。この危ない話を面白いっ,つって見てる人は、相当やばいんじゃないかなと僕は思ったりする。もしくは、すごく傲慢であるか。 無知であるかのどっちかだと思うんだけど、その辺が絶対議論にならないのがアバターだよな、なんていうふうに思ったりいたします。うんとにかく世の中はリブートで溢れているよ。すべてがリブートですよ。新しいってことはね、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズだってリブートじゃないかと思ってね。でも今日配信終わったらリトルスターウォーズを見ます。あと、えー、だから新ウルトラマンもそうですよね。 新ウルトラもそうだし、新カメもそうだし。ねこれはやばいですよねって思ったりするね。ノス,ノスタルジーばっかりだ,だからうんで、今やってるうるせえ奴らもそんなに、そんなに応援したらダメだろうなぁとは思ったりいたします。とこれにハマると抜け出せなくて新しい えー、こととか新しい考え方にはやっぱいけなくなるよなっていうね、そんな感じがいたします。僕らの世代だと上の世代が白黒映画を VHS で集めてやっぱ昔は良かったって言ってるようなもんでもあるから、あ,あんまり新しくはないなぁなんていうふうに思いました。えー、っと、コロナ感染者がちょっとずつ増えてるっていうので、えー、っと、都内で7000人で、 全国で7万人だと。これは第7波、8波の、うんうん、全長である。なんて言ってるけど。フランスそうでしょう。みんなマスクしてないし。<laughs> って思うし。これでも、なんだっけ。まあ、安心する記事としては、うん、ね、それが真実かどうかは別として、えー、感染した人の死亡者数が0.09%になったと。 あだから一番ひどい時のその数字よりはだいぶ抑えられてる。まあこれはワクチンの画面芸でもあるかもしれないと。でもワクチン接種があー何パーセントっつってさあの、4回目の接種がだいぶ低いっていう数字が出てたりとかしてあー、まあそんなもんでしょうというふうには思ったりいたします。みんなはそんなもんだろうなと思う。だからやっぱ流行なんだよね。流行風邪なんだねと思ったりするね。 いろんなことが。みんなワクチンを接種しなきゃつっ,ってね、バカスカ打って、その予約が取れないっていう、殺到したっていう、今はもう予約なんか取んなくたって、ワクチン打ってくださいって言うといいですよっていうふうになるわけですから。それは、1回か2回みんなが打つと、それで安心してもうやめちゃったと。むしろ不安な話も聞くから、これ以上は打ちたくないし。 打ったら打ったで筋肉注射でね、副反応が出てどうのこうのっつって、じゃあやらないようにしようかなっていう。あその結果であるので、まあしょうがないのかなと思ったりとかする。だからコロナにかかって、まあワクチンで重症化しないっていうのも大事なんだけど、うん、少なくともコロナの症,症状が出た時に下熱であるとか、 うん、その肺炎にならないようにね。あのなんかと特別な抗生物質かなんかができるか？なんかしねえと。とんま根本的にコロナっていうのはずっと騒ぎ続けることになるだろうなというふうに思う,思う感じです、えー、日本だと最近テレビ cm でモデルナが cm してんのね。rna ワクチンだっけ？の cm で新しい薬の形っつって。 まあ遺伝子書き換え、まあ極,極端なこと言うと遺伝子書き換えなんだけど、あの、あのそ,それの CM してたりしますね。あの、なんか火山が爆発するような CM とかね。あれはより不安を煽るんじゃねえかな <laughs> と思ってんだけど。まあ CM の広告の使命は、そういう国民の不安を煽ることではあるので、 間違ってはいないんだろうなとと思うんですけど。まあとにかく今、ちょっとまた、えー、一時なんかもう外に出ましょう、観光に行きましょう、お金使いましょう、つってたんだけど、お金使うにも物価が上がってどうしようもないっつうからやっぱりコロナで不安をおろうっつって、テレビが今また、えー、まあこれから冬になるっつうのもあるからね、えー、インフルエンザとコロナに気をつけてくださいという注意喚起をしていると。 うーんなんかアホ臭いなーって思ったりとかしております。どうせ世の中バカしかいないんだしというので、えー、僕だけ気をつけてたかどうにもならんだろうっていうのは思ったりいたします。だからってバカにつけるね、マスクつけろとか、感染対策しろって言ったってどうせ効かねえんだし、えー、好きなようにすればっていうふうにやっぱ僕は思ったりとかいたします。まあ、好きなようにすればっていうのでね、もう10月11月になっちゃったから、 ハロウィン関係ないんです。関係ないわけじゃないけど。すごいね。もうハロウィンのハの字も聞かねえんだって思って。特に、うん、今日は2日配信しなかったからさ、ハロウィン直後のああだったこうだったみたいな話も聞かないから、余計そう思うんだけど、あの、切り替えの速さほんとすごいね。まあ、年末になるとクリスマスから、年の瀬から、明けおめから、成人式から、 あこうワンセットで1ヶ月ぐらいずっと、うん、こう祭りごとがいっぱいあるわけですけど、ハロウィンねってやっぱ思ったりするよ。うんうん、まあね、あと本当に前も話したけど、なんであの関東韓国のイテウォン通りだかなんだかっていうのがあの、日本でニュースになるのかっていうね。 あの、ここは韓国じゃないんですよって思う感じの。もしだから韓国のニュースをするんであればさ、他の国のその災害のニュースであるとかさ、ああ、もう公平に扱うんだったら別にいいんだけど、なんか長いんだよな、韓国のニュース。あの、イ,インドで吊り橋落ちたニュースがさ、ようやっとテレビで、ニュースで取り上げられたなと思ったんだけど、インドのニュースはね、30秒で終わるの。だけど、韓国のその、 あの、やつは30分やるの。バランスおかしくねえかってやっぱ思うんだよね。どっちも30秒で終わるんだったら、それは世界のニュースのトピックでね、ピュンピュンってや終わる話だからいいんだからなんかこれは裏があるんですか no, no, なんていうふうに思ったりもいたしました。というわけで今日の一番最新のトピックは地震かな。関東で、千葉県で震度3の地震が割と広範囲に起きたと。 で、1時間おきにちょっと地震が続いてるっていうので、ちょっとみんながざわついてるなぁというのを、うん、確認しましたどうか。関東大震災ですか全兆ですかなんていうふうにも思いましたけど、どうやらそんなことでもなさそうだと。うん、一安心というところです。えー、あと今日残りのニュース。えーと、狼。あの、 このニュースがやっぱちょっと考えることかなと思ってるんですけどね。考えると面白いなってやつです。えー、っと、狼を撃とうとして、でも、そ、それは、実はシベリアンハスキーだったっていうのですよ。で、それを殺しちゃったんだよね。その、シベリアンハスキーを撃っちゃった人。狼と勘違いして撃っちゃった人がいると。で、えー、それが問題になってると。 オオカミを殺すんだったら問題ないんだけど、シベリアンハスキーを殺しちゃうと、その保護団体から訴えられるつ。これで大変なことに今なってる話なんだけどさ。オオカミとシベリアンハスキー。まあ、人間と猿が一緒かって話だよね。DNA が2%しか違わないんだっけ。人間と猿は。そういうやつですさ。なんだろうな。オオカミもシベリアンハスキーも お一緒じゃんっていうのはあるんだよね。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、今。くしゃみをマイクでミュートにしようとして失敗した。ごめんなさい。もうくしゃみ出ちゃったからマイク切らなかったんだけど、すいません。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。 はい、すいません。くしゃみが出そうで出なかった。ええー、じゃあ出ないでしょ。だから、シベリアンハスキーは打っちゃダメで、その、狼は打っちゃ、打っていいですよという、その基準がわかんない。やっぱ構造から、見た目から、まあ、性質はちょっと違うは違うんだけど、まあ、脅威としては、そカ狼の方が高いけれども、同じ四つ足で、で、キツネは打っていいのか悪いのかって話でもあるだろう ね、タヌキはどうなんだと。サ、サイとかゾウはどうなんだっていう話ですよ。イルカは撃っちゃダメでシャチは撃っていいみたいなさ。クジラはどうなんだって話だったりとかするわけだ。あ、クジラあごめんなさい、だいぶ前だ。一月ぐらい前のニュースで、その、日本が、その、捕鯨団体のなんか組合みたいなのが抜けたんだよね。何年か前にね。そしたらさ、 立ち行かなくなったらしいね。その、世界でやってるクジラ取っちゃいけないよねっていう会議。み、世界中でみんな決めましょうっていうところから、その、一番お金出してた、その、日本がそっから脱退したんですよ。そしたら、その、お金がないから、その委員会自体が、機能不全しになっちゃってるっていう。だから、な、なんだっけ、その、捕鯨とかに対して、もしくは、その、 外国に対してちょっとヘイトを持ってる人たちから言わせると、その、ね、その、日本は、わざわざ怒られるために、その、あの、捕鯨の団体に所属してさ、お金を払って、意の一番に、一番お金を払ってるのに、一番怒られてるのが日本だったって言って、じゃあ、抜けて正解だよっていうのが、まあ、ある人の意見だったりするわけですけど、いやーなんか、面白いなと思って、その、 やっぱお金がないと何にもできないんだなって思ったりとかして <laughs>。クジラ取っちゃいけないっていうのもね。日本は取るって言ってるし <laughs>。そのクジラを取るドキュメントとかも見たって話を多分その頃したと思うんだけどあの。あの雑談の後あたりにそんなニュースがあったりとかして。面白いな。だから、人間が決めるその人間の基準でやっていいこと悪いこと。 うーんその、ね、あの、やっていいテロやってよくないテロみたいなもんでもあるね。あの、絵画にトマクトケチャップをかけて、あの、やる感じとか、人間の命は重いみたいなさ、<laughs> あのか、絵画にお金を使うなっていう、うのとかね。あれなんだっけ、新潟県かどっか、日本の会社が、 アンディ・ウォーホールのよくわかんない作品、有名じゃない作品を3億円で買ったのが議論になってるのかっていうのもあったりまして。だからあれはアンディ・ウォーホールが作ったものだから3億円の価値としてね。だけど、その時間が経ってアンディ・ウォーホールがさ、その忘れられるアーティストであったとしたらこれから価値が下がっていくものでもあるわけ。あとなんだっけアンディじゃないんだけど、うん 幾何学模様で、なんか、現代アートの優,優としていた人で、70、40年間か、42年間、額縁じゃねえや、作品が逆さまに飾られてたっていうのを、学芸員が見つけて、問題になってると。だけど、美術館に飾られてるアートは、その、元々のアートを、なんか、こう、なんかテープを貼り付けて、それを格子状に貼り付けてるだけなんだけど、 それにタイトルついてるだだけけの作品なんだけどそれが現代アートだっつってさこれがアートかアートじゃないかっていうのもやっぱ決めるのはその時代時代の人だなっていうのはすごくよく分かったりとかするんだけどあのさそ,そのニュースを聞いてあ,あ逆さまだったんだねって思ったのが1個だけどそういう学芸員がどうやって見つけたかっていうとアトリエのその作品を作ってる時の工房に飾られてた時のその 作品がそのの逆逆さまだだっっったからら今飾られてんのは逆だって言っては言でもその証拠みたいなものがそれしかなくてさそのアーティスト本人がこれが逆さまですとも言ってないしさあ問題提起もしてないんだけどそのたまたま資料を漁ってた人がそ,そのアトリエに飾ってたのが逆に逆さまに飾ってたって可能性だってあるだろうともやっぱ思ったりとかするので物事を決めたりするのはそうやってある 特定の人物がこれはダメです,いいです今の時代だと世界中に SDGs とかさ、ジェンダーフリーとかいうのが広まってますけど、あのそれだってその考え方のアップデートではなくて、誰かが言ったことのオーブ返しをみんながしてるってことであるので、ああのこのオオカミとシベリアンハスキーの違いを明確にあの <laughs> 説明できる人が いなければ、これはいかんだろうななんて、ただけしかなんていうふうに言うのは、いかがなものかななんていうふうに、やっぱ僕は思ってしまって、このニュースがとても僕は、この数日、気になってるニュースでありました。面白いなと思って、人間は勝手にそうやってね、ヴィーガンであるとかね、共産党であるとかね、いろんなことをこう、こう、こういかに言う、言いはするけれどもというね。 なんかねそこがね、あのー、やっぱいろんなことを信じちゃいけないよねー、なんていうふうに思うところでありました。これ面白かったですね。というわけで、えー、今日の話は以上になります。えー、仮面ライダーブラック RX の話はまた後ほど、RX じゃない、ブラックさんの話は後ほど、しゃべりたいというか、その、 ちゃんと説明して僕はこう思うってことをやりたい。えー、でももうみんなは多分仮面ライダーブラックのことをもう忘れていってるっていうことだろうなぁとは思ったりするんですけど。まあそんな話を後ほどやりたいかなと思ったりしてます。というわけで、えー、終わります。ありがとうございました。